皆さんこんにちは、ワイングストの矢部です。いつもご視聴ありがとうございます。今回なんですけど、こちらにいらっしゃる方、もちろんですね、ご存知かと思いますけども、田辺さんとおっしゃって、現在ですね、X でワイン業界、ソムリエ業界で、トップの方をお招きをいたしましてですね、こちらですね、東京都荒川区にありますワインブックスなんですけども、そちらでですね、僕はですね、この前、このワインテイスティング入門を出させていただいて、で、それに先立ちまして田辺さんはですね、ワインを楽しむっていう本も出されました。で、この本のですね、出版に関する話だったりだとか、それからですね、まあこのテイスティングと、それからこちらはですね、ワインの選び方について特化をした本ということもございますので、それについてですね、いろいろお話をお伺いさせていただきたいと思っております。田辺さん、今日はよろしくお願いします。実際ですね、撮り直してこれ2回目なんですよ。テイク2なんですけど、申し訳ございません。本当によろしくお願いします。まずですね、田辺さんはどういう方なのかというと、僕がですね、優勝させていただいたコンクールというのが、キュベルイーズ・ポメリ・ソムリエ・コンテストっていうコンクールなんですが、そのコンテストの、まあ、3回後の、優勝者の方で、優勝される前にですね、まあ、いろいろお話をさせていただいた経緯がありまして、今でもですね、このように仲良くさせていただいているということもありますが、田辺さん、今回ですね、この、ワインを楽しむという本を出されまして、この本は、具体的にはどういう本になるんでしょうか。ワインは楽しむ本なんですけど、どう楽しむかがいろいろ書いてる。なるほど。それの、まあ、前提として、まず何を選べばいいのかっていうのが一番難しいのかなって思うんで、うん、はい、まあ、それも結局 X とかを発信する中で一般にたくさんご要望をいただいたのが、どれを選んだらいいのか分かんないし、あと失敗したくないっていうのがあるんで、うん、まあ、最初のところに、まあ、基本知識はあるんですけど、失敗しない選び方的な、なるほど、だからそういうのをまず序盤でこうしっかり。確かにそうですね、ワインで美味しいワインを選びたいよりも、失敗したくないっていう気持ちの方が強いかもしれないですね。実際するのは強いかもしれない。すっごい美味しかったっていうよりは、すっごい美味しかったって結局1000円とか、うん、1000円台とかで買った時に、はい、なんか感動したまでいうことは多分多くの人は望んでないかもしれないですよね、はい、でも美味しい経験をしたいんだけども、でもそこでなんか、あ、全然好みにならなかったなとかいうのが多分一番怖いから、うん、なるほど。だからX の発信を見てらっしゃる方が安心してこれを買って、で美味しかったっていうリアクションが結構たくさんいただいたんで、まあ、それが本になったって感じですかね。それに対して、まあ、いろんな知識をさらに盛り込んで本にできたっていう感じです。本って入門編ですよね。入門の方がだって一番ソースが多いわけじゃないですか、うん、そうですね。でその方々に喜んでいただけるというか、その方々に刺さるような内容ということで、はい、まあ、考えられたということでしょうか、うん、そうですね、そうなりますね。まず入り口として、まあ、活用してもらえるっていう感じですかね。読み込んでいくっていうよりは、あ、このページ、まあ、これサイズエリアだと思うんですけど、あ、ここはちょっと自分興味あるからこれやってみようとか、これ買ってみようとかね、まあ、そういう感じで、こういうの結構ね、プレゼント用ワインを選ぶ、相談多いですよ、やっぱ。どう、何買ったらいいかなみたいな。なるほど。はい。まあ、そういうのをいろいろ盛り込んでます。まあ、あれですよね、はい。僕たちは立場的にカップルだったりだとか、何かのイベントだったりだとかっていうのをお祝いをアシストする側ですからね。そうですね。まあ、そのソムリエはもともとそういうとこですね。ですよね、はい。彼女に喜んでもらいたいワインを選んでくださいなんて日常三事なんでね。ああ、そうですね。それはだから。そうですね。っていうところもありますよね。うん、どうですか、本を出版されて。はい、なんか意識が変わりましたのと、あと何て言うんでしょう、今でもありがたいことになんかサインくださいっていうのが多いじゃないですか、機会が。田辺さん、サインあれどこで勉強したんですか。サイン絶対あれ、サイン、僕だってあれですもん、田辺さんのなんかサインをもらったっていう方のツイートを見て、はい、僕なんかサインって普通に前触れで書くだけなんですよ。そうで、これかっこいいと思って絶対にこれなんか練習したんだろうなと思って。あ、これがまあ、そうこれです、はい、練習してないっすよ。え、どっちかっていうとワインスクールで小テストあるじゃないですか、採点して、はい、でその横に自分のサインしてたんですよ。ちょっと待って、それそのままなんですか、このサイン、これ、ね、このかっこいいサイン、このこのワイングラスと、これ何て書いてあるんですか、これ。あ、こういった名前です。これ K、 あ、 K、 あ、 K 田辺なんですね。いや、そう、まあ、そんな感じです。そう、このワイングラスがかっこよくて、はい、あ、本当ですか。そう、これ用に考えました。なんかこれに似てるなと思って、あ、この感じで。あ、じゃあこの自分で本を持ってこられて、はい、まあ、そのサインしてくださいっていうことでやって、はい、まあ、それでまあ自分の意識もちょっと変わっていた、うん、変わりましたね。なんか本屋さんじゃないですか、うん、で自分の本があるんですよ。で結構周り郵便堂とか多いので、なんていうの、無駄に本屋行ったり本当に置いてあるかどうか、本当に置いてあるかどうかだったりとか、あとちょっと一回見てみようっていうことで、わかりますわかります、はい。
僕もあの発売した日書店参りましたもん。そうだ、あれそういうもんでしょ。あれそう、わかりますわかります。紀ノ国屋書店あれ、うん、でっかい、であったら、はい、あ嬉しいなって言って、あ平積みありました、田辺さん。あ結構、はい、すごいたくさん売ってます。あの僕ね平積みなかったんですよ。あやっぱねいいとこ縦なんですよ。いいとこ縦なんですよ。平積みは難しいかなと思って。ありがたいことに紀ノ国屋さんもこう十、うん、何冊ぐらい置いてあって、うん、でユーリングさん今だけですよ。今でもなんか正面にあのあれですね、横置きですよね。横置きだ。そう僕ね、そう田辺さんこうなんですけど僕こうなんですよ。あれな何がさ、分かんない。いやだって、まあ、言うても自分のワインテイスティングなんでね、ちょっとかなりちょっと絞られてるのでっていうのもあるかもしれないですけれども、何かがあるのか。今んとこちょっと嬉しい感じになってます。うん、置いてある飾り方的には。この本を出されてどれぐらい出すんでしたっけ。4ヶ月ちょっとぐらいは過ぎ、もう4ヶ月以上。反響とかいかがでしたか。はい、セミナーをやってるんですね、あのワインスクールで、はい、これをテーマにして。あ、見たかも。はい、あの X でたまに、はい、あの宣伝したりとかしてまして、でそれ30席限定でやったんですけど、結構アンコールでも4回やったんで、アンコールだったんですって120名ぐらいの方が来てくださってる。でその方たちの反応を見たりとか、セミナーでこういろいろお話しして、テイスティングして、なんかこう大きい反応をいただくと、あやっぱ本出してよかったなって、その時に思いますね。結局本を出すのって別に、だって情報を発信するのであれば別にブログでもいいし、僕だったら YouTube でもいいし、田辺さんだったら X でもいいわけじゃないですか。でも本を出す、あのこれに相当な労力かけるわけじゃないですか。そうですね、相当だったと思うんですよ。でそうなるとやっぱり僕の中ではどちらかというと半分以上は本を出すだとか物を伝えるっていうことよりも、まあ、権威性というか、まあ要するに箔付けですよね。まあはい、僕については、はい、まあ 本を出したことがあるっていうところなのかなっていうふうには、僕は編集者の方の話をして、編集者の方が振ってきましたからね、あの、まあ、そういうところありますよねみたいな感じで言われて、はいそうですとか言ったんですけど、田辺さん的にはどうなんですか。あやっぱありますね。なんかもともと好きだったんですよ、文章を書くこと自体が。そういうことをしたいな、仕事としてしたいなと思ったんですね。でじゃあ自分で、まあ、本もいっぱい好きで本もいっぱい読んで、まあ、例えば自分の名前が載った本を出せたらそれは最高だなっていうふうには思ってましたね、ずっと。なんで X でなんかよく言うじゃないですか、宣言した方がいいとか、目標は宣言した方がいいとか、はい、宣言しました、はい、2022年だったかな、2年前ですね。俺は本を出すと、はい、宣言しました。なるほど。どういうこの文体というか、はい、どういう意気込みで書かれたんですか。そのあお正月でしたね。お正月に私の目標みたいな、本を書くと出したい、ね、出す、うん、強気だったかな、まあ、なら結構な方が応援してくれますね。当然なんか目標を上げると、でそれで自分も高めてその気持ちを持っていって、とはいえ何のつてもないし一冊も出してないと本当に無じゃないですか。まあ、うん、そうですね、分かんないですよ、はい、ゼロだって一番分かんないので、1を踏み出せたのは大きいなってましたね。ゼロ1の1って大きいじゃないですか、2へ行くためゼロだと本当分かんないですね。ご自身が例えば編集あの出版社の方に掛け合ったりだとかってことしたわけじゃなくて、全くないです、ね、じゃあ本当あれですよね、本当じゃ あの来るのを待つために、そうですね、そのツイートして、あそうですね、はい、宣言をしたってことなんですね。宣言をして、でその宣言はただ出版社の方にとかではなかったので、なるほど、はい、もちろんね、自分の意識をフォロワーの方、そうです、フォロワーさんに伝えて、そういう目標があるんだってことを伝える、なるほど、で自分の意識を高めていくっていうだけですよね。何が引っかかるかも分からなかったです。自分がどういうふうな本を出すかも分からないし、おそらくそうですよね。で一回話してきてなくなったことがあったんですけど、あそれきつかったですか。なんか、ね、まあまあきつかったですけど、でもそもそもがなんか夢みたいな話なんで。自分が本を出すっていうか、もともとはゼロの時は、だからこそその指名いただいただけでも、まあ、まずは一歩かな、 0.5 かなっていう感じで、あでこうやって話が進んでいくんだなっていう体験ができたことですね、はいはい、あ話来たんだって思って、で実際ミーティングして、である程度進んだんだけど、またこの形にするっていうのがなかなか難しくて、なるほど、そこが X のコンビニワインとかそういういろんなおすすめワインの発信だけではやっぱ本人は出しづらいんだなっていうのはまず形しづらいな。なるほど、ワインっていうコンテンツを本にするってあるんですけど、ある
意味、もちろん前田さんのテイスティングとかもそうだし、うんうん、まあ、試験対策系だったりとかあって、うんうんうん、ある程度ビジョンがあるじゃないですか、うん、そうですね。で僕がやってるのはそこじゃなかったと思うんで、うんうん、あ、もっと初歩的なというか、どういうふうに、はい、基礎的なということですよね。そうですね。この2冊の本がありますが、このうちですね、田辺さんが出されました本についてですね、お伺いさせていただきたいと思っております。この本って、具体的にはどういった方に向けて書いた本なんでしょうか。 X とか Instagram とかで発信していって、まあ、興味を持ってくださって見ていただく方には多分受け入れやすいというか入りやすい感じ、うん、僕の発信のやり方を知ってる方。なるほど。で、あとはやっぱワインを選ぶのは難しいっていうのはすごく、そもそも選ぶってそういう仕事で大事なんですか。そうですね、はい、お客様に、まあ、どれがいいですかって言われて、一番大事なスキルですよね。お客さんからそのワイン選んでくれって言って選べませんって言えないですよ、そしたらね。はい、なので結局根本的にずっと僕らがやってきたことをもっと日常に落とし込む、日常の世界の、まあ、スーパーコンビニとか、まあ、レストラン、飲食店もそうですけど、全部含めてあらゆる場面でワインを選ぶのはどうしたらいいのか、うんうん、でそれで間違えたくないっていう人が本当の方がですね、まあ、コメントで間違えちゃった、失敗しちゃったら怖い、はい、合わないワインに対してたとえ1000円だとしても大きいじゃないですか、うんうん、ダメージが、うんうん、全く飲めない、あ、あの、はい、わかります、1000円ってなっちゃって、わかります、はい、捨てることになっちゃう、はい、まあ、そんなワインは合っちゃいけないんでしょうけど、まあ、まあ、本当はでも合う合わないから思考品なんで、いわゆるその金どぶですよね。そうですね。そう、あの、だからその本当に美味しいっていうふうに一般的に言われていたとしても、それが自分に合ってることかわからないじゃないです か。だからそれをだから事前に防ぐっていう、うん、情報をある程度持ってして、こうこうこういうワインで、あ、これ私に合いそうだなとかいう感じで選んだら、あ、やっぱり良かったとかいうのを、まあ、具体化するとかですね、ツイートだとやっぱ流れちゃったりとかするんで、まあ、それを一気にこう本で見れる。でもちろん発信してきたことじゃないこともたくさん入れてるの、入れてます。例えば発信してきたこと以外のことというのはどういったこと、例えばこれもそうなんですけど、ワインの温度をもっと具体的にソムリエ的な視点から、温度でこんなにツイートしないじゃないですか、例えば2ページ分とか、温度は YouTube いいところ2秒ですね、僕ね。そう、これ10度ですねみたいな、5秒10秒だと、ね、もう長いっていう、もう書かれちゃうんで。あ、本当ですか。そうそう、これちょっと長すぎる。ね、まあ、いやでも、まあ、書籍なんでね、それはいいと思いますけど、はい、ソムリエ試験でも、まあ、何度かって選ぶだけじゃないですか、うん、教室温度これでもうパッと終わりで何の理由もないんですか。しかも大体その白ワインと赤ワインで決まってるって。これとこれしかないっていうゾーン。そう、そうですね、そう、ゾーンがあるんですよ。そう、そう、法則があるんですけど、うん、まあそれはもうちょっとなんかこういうふうにしてもいいよっていうような書いたり、うん、あとはこういうのは編集者の方がこういう田辺の教えっていうのを、うん、ああ、はいはい、こういう普段入れないようなところを編集者の方が、まあ、僕が言ってる言葉を抜き出して、あの7つの5、6ですね、いわゆる5、6を入れて、で文章化したものかな、うん、だからこういうのは、まあ、本ならではって感じですかね。これいわゆる基礎的な本というか、まあ田辺さんのツイートを見て、まあ、共感してくださった方にちょうどいい本とおっしゃったと思うんですけども、その中でも一番伝えたいことが、ワインの選び方。うん、そうですね、結局編集者の方、出版社の方、あと私っていうか、まあ、私さえだったんですけど、その、まあ、人気ソムリエを教えて書いてますけども、はい、これ編集、あ、出版社の方は考えていて、はい、まあ、結局はワインセレクト法っていうテーマがいいんじゃないのか、うん、あ、意外になかった。なるほど、あ、そうか、選び方、はい、そうですね、はい、なのでズバッとこれを選んでほしいっていうのも後半にはあるんですね、うん、この、はい、銘柄がもうすでに、なるほどなるほど、はい、これも基本的になくならないような、うん、なるほど、まあそうですね、31本 で、 そ, うです、ね、その時だけだと雑誌だとするんですけど、はい、そう、うん、ここに載せるんだったら僕はちょっと5年もしくは10年ぐらい前から日本にあって、うんうん、未だに売ってるものにしたいとか思ったんですよ、うんうんうん、そうですね、そうするとまた5年10年は絶対なくなるから、うんうん、書籍としては OK、うん、で、まあ、ズバリそこだけとか、なるほど、あとワイン会、ワインスクールの講師もやってると、あのスクールの持ち込みワイン会みたいなのがたくさんあって、 WBS はオンラインなんで、もうほぼそういうのないの で、 ないです、まあ、生徒さん同士はあるかもしれないですけど、まあ、僕はないので、はい、なのですごいですよね。そういうのにもう顔を出されるわけですもんね、ちゃんと。そうですね。あの、おー、プラス会っていうんですけど、プラス会っていう名前があるんですけど、なるほどなるほど、なるほど、それは毎月、まあ、毎月多いとか1回ぐらいとか、まあ、ただ
ちょっとクラスが多いので、どうしても2、3ヶ月に1回ぐらいになっちゃうんですけど、まあ、回数でいうといろんなクラスがあるんで。そうです、田辺さん何クラスやってるんですか。今どれぐらいですかね。3、4、5、6、7クラス。7クラス、はい、1クラスって何ぐらい行くんですか。多いところでは35とかいらっしゃって、少なかったらまあ15名さんぐらいとか、ね、で1週間に1回クラス、あの講義になるんですか。週1のもありますし、あと2週間に1回のもどっちかなんですか、ね、なるほどなるほど、はい、結構やってますから。リアルスクールってこう、そうですよね。リアルです、それ以外にはワインの選び方でこういうところは大事にした方がいいとかってありますか。究極僕はいつもこの本出してからセミナーとかでも言ってるんですけど、なんかやっぱ思い入れがあるワインですよね、エピソードは、エピソード大事ですね。話せるような思い入れのあるワインが美味しいワインっていう、ちょっと名言、最後の7つ目の名言なんですけど、これ気に入ってるんですよ。思い入れがあるワインが美味しいワイン、はい、なるほど。このフレーズですね。結局これで失敗することないかなって思ってるんですよ、なんか全く無意識で何のきっかけもないように単純にそれ買っちゃうと多分失敗する可能性があるんですけど、なるほど。何かしら思い入れがある、まあ、どっかの国に行ったことある方多いと思うんですけど、そこの国のワインとか、あと自分が例えば焼肉が好きでとか焼き鳥が好きでとか、アメリカンななんかがハンバーガーが好きでとか、例えばあるじゃないですか、でそれに合いそうなワイン、そういうような料理が出るから、それに合うようなワインをお店で例えばスタッフの方に聞いてみて、でこういうふうにおっしゃってからこれ買ったとか、なんかそういうストーリーがあるときに、いきさつをこう大体ワイン会で聞くんですね。なるほど。自己紹介とか、はい、でそうすると必ず何か皆さんがやっぱあるんですよ、ワインがすごいプレッシャーだと言いながら、でワインを選んでもらうのが最大の勉強だなと思うんですよ、あのワインスクールで。なるほどなるほど、はい、でワイン会に行くってすごい、ハードル高いんですよ。会費もいるし時間もかかるし、ワインも選ばなきゃいけないし。あ、ワイン会からなんですね。ワインを持ち込むんですね。ワイン持ち込むんです。なるほど、はい、持ち込み会とかの時に持っていくワインを選ぶっていうのはかなり勉強になるので、そうですね。だその時にだってあのワインのセレクトって性格出ますもんね。出ます。性格だったりだとか、あとは、まあ、その方 の, その、まあ、いわゆるワインのフェーズだったりだとか出ますよね。めっちゃ出るんですよ。そうですね。あれすっごいリアルで、持っていく人は多分そんなに考えてないかもしれない人もいるかもしれないですけど、もはやこんなにやってるとワイン会も相当主催してね、クラス会もう16年ですか、やってます、だからそうすると見ていくっていうか、持ってこられたワインで大体この人はこんな人だなっていう占いみたいな感じで分かっちゃうんですよ。ワイン占いやればいいんですか。その占いサイトみたいな感じで、なんかそのボルドーの2級シャトーを持ってくる人と、じゃあスペインの隠れた名所を持ってくる人では全然違ってくるし、例えばフランスワインでもウレセンのじゃあムルソーだったりシャンパンに持ってくる人もいれば、クレマンド何々だったりだとか、例えばローヌ渓谷のどこそこのワイン探して持ってきたりだとかって人もいらっしゃるじゃないですか、そこで全然変わってくるんですよね、その方の。でもちろんだから、そのたまたまだからその名刺を持ってきた人はたまたまいろいろ考えて名刺を持ってきたっていうこともあるかもしれないし、まあ、他を見てなかったっていうことかもしれないし、いろいろフェーズあると思うんですけども、でもそれなんとなく分かりますよね。分かります。シャンパンになんか本当分かりやすいですよね。分かります。そう、この辺りなんだだとか、あ、この辺りのワインが、この人の興味のあるゾーンなんだっていうので、そう分かるのは分かりますね。次はですね、僕が出させていただいたこうテイスティングの本なんですけども、田辺さんテイスティングももちろん教えられてらっしゃると思うんですけども、はい、田辺さん的に考えるテイスティングで一番大事なことって何ですか。これ聞きづらいですよ。そう、僕もね、実はちょっと言ってんですよね、この最後らへん、めちゃくちゃ少ないんですけど、テイスティングについてのワインテイスティングについて、いろいろあると思うんですけど、その試験対策なのか、純粋に表現伸ばしたいっていう人も、言語化する力が欲しいっていう方もいらっしゃいます、とはいえ、大体僕は何て言うんですかね、こう話するとき大体ワインスクールじゃないですか。ワインスクールの受験クラスの方向けの方が多いのかな、と思うので、結局は品種当てだったりとか、そういったところもあるんですけど、でもなんか白の赤もそうなんですけど、僕あのワインのマークシートあるじゃないですか、試験対策の、はい、
で僕はそこで結構重要してるのはあの評価ってことなんですよ、実は。あの評価ってあるんですか、総合評価でしたっけ、はい、ありますよね、人間なんか評価って、はい、下の方に、はい、評価、評価っていうところあるんですよ、あれですよね、シンプルでフレッシュ感を高く、ああそう、あ、今あります、あれですよね、はい、成熟度が高く、はい、豊かとか、はい、美しい、力強い、はい、エレガントでミネラリーとかあるじゃないですか、あれを最初に見抜くことが一番大事、そのワインの総論をドカンと言えるかどうかっていうね、そうですね、そこが一番重要なんじゃないかっていうのを伝えていて、それはサービスするときもそうなんですよね、お客さんにワイン聞くときに、お客さんってそんな分かんないじゃないですか、そんないきなり表現をこう、そうですね、具体的に言ってくれればいいんですけど、はい、このエリアのこの品種のこれが好きとか、はい、そうもいかないじゃないですか、でそのときに一番こう意思疎通で間違っちゃいけないのってフレッシュ爽やかなワインなのか、うん、コクがあってまろやかなワインなのかっていうのをまず先に見抜いて、でそれを自分が持っているこうワインの中でそのお店でこれだっていうのを見つけて総論ですよね、飲んでもらわなきゃいけないから、そこのところが合ってないといけないんですよね、なるほど、だから品種を具体的にの前にまずは評価っていう、はい、いわゆる評価っていうのはそのスタイルっていうんですね、うんうん、そこをまずは知る、うん、なるほど、そうすると外観香り味あと飲み方、品種国が最終的に揃ってくるっていうんですよね、なんかそういうふうに、ね、なるほど、言える範囲でいいんですけども、あの僕は、まあ、ちょこの本でテイスティングは、まあ、当てることは副産物で、ああ、はい、表現だったりだとか他人に伝えることの方、他人に自分の感じたことを伝えることの方が大事なんだよってにお伝えしたんですけど、それどうですか、田辺さんの時には。あの品種を当てな、あのあ当てる品種を当てるだとかワインを当てるってことは田辺さんにとってはどういう存在ですかね。僕は副産物だと思います。だからそのもちろんそのあのフェーズだったりだとか、うん、局面によって例えば 僕だったらあのテイスティングのコンテンツ動画コンテンツだったりとかそれだったら当てる当てないだとか、はい、あとソムリエコンクールだったら当たらないと点数にならないので当てた方がより点数が上がるのでっていうのもありますけども、あります、ね、ただもちろんその総論として田辺さん的にワインと、付き合う中で、当たる当たらないっていうのはどういう存在なのかなと思ってますが、もっとだから広く見ていくと結果的には当てること第一目標でワインを飲んでるわけではないかなと思います。なるほど、はい、第一目標が当てることになっちゃうと、うん、楽しめなくなっちゃう、うん、ワインそのだから隣でワイン飲もうよっていう雰囲気の時に真剣にこのワインを当てられに行っちゃったらちょっときついかもしれないですね。きついですよね、うん、あとじゃあ生産者はそれ望んでるのかなって思うと、なるほど、深いな、そう来るかそうですね、生産者からしてみたらそうですね、当てられなくてもいいですよね、うん、そうですね、うん、なのでワイナリー世界のいろんなとこ行って、うん、ソアベに行ったんですね、例えば、はい、ソアベの生産者の有名なとこ行って、ダルガネガの特徴とかそのコンクールとかって言うとその知りたいですよね、うん、日本人的なのかもしれないですけど、そうですね、試験のあれ対策的なのかもしれないし、はい、ガルガネガの説明をしたいから、うん、まあ、例えばですよ、うん、品種個性をどういう風なのかって聞くと、うん、でも多くの場合がそのフレッシュ爽やか辛口でとか言って、うん、それってなんか他にもいっぱいあるじゃないですか、シャブリシャブリかなと思いますよねシャブリサンセールって感じですよねそう引き金って結局なかったりするんだなと思ってたんですよ、うんうん、もちろんガルガネガとシャブリは違いますし、うん、だけどなんて言うんですかね、それが第一目標というよりは、まあ、この土地にこのワインが適しているからこの品種を選び、うん、でそしてこのワインの土地にしかできないこのワインを作っている、うんうん、でじゃあそれは当てられるためにその樽使ったり、うん、セメントにしたりとか、うん、ステンレスにしたり、うん、外させてやろうからと思って、うん、通常は樽使うけどステンレス使ったっていう、ね、あれのわけじゃないでしょ、全くその通りです、ね、皆さんは美味しいワインを、うん、その土地でできるものを最大限自分ができることで作ってる、うんうん、そう、生産者は一生懸命頑張ってるだけなんですよね。そうですよね、はい、でそれをでも多くの人は多分飲み手として消費者は多分あれですよね、本当にそれでいいと思ってますよね、うん、いきなりカジュアルなんてブラスリーとか行って品種当てることが第一目標の人って多分あんまりいないじゃないですか、飲食店行った時もあのモテないと思いますで僕らもモテないし受けないしちょっと、まあ、僕は嫌ですよそもそもだってワイン飲むとこってテーブルだったり食事会だったり
パーティーとかじゃないですか、うんうん、でその時になんか第一目標が品種当てってなっているのはもともと違いますよね、それはね、うん、僕らもサービスしてて、ゲストがそれを一生懸命やってる方は多分少ないし、圧倒的に少ない、うん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 、ってことは本来ワインはまあそこじゃないので、うん、だからそういう中で、まあ、一応そういうのも知っておいた方がもちろんいいわけなんですけど、うん、最優先事項ではもちろんない、うん、まあそうなんですよ、最優先事項じゃないんですよね、うん、でただその、まあ、僕はまあコンテンツメーカーなので、まあ、当たる当たらないってやっぱり分かりやすいじゃないですか、はい、だからコンテンツになりやすいのはその通りなんですね、まあ、そうですねで僕も好きなんでは好きなんですよ、そのテイスティング好きだしコンクールのあの、うん、1か8かの人なんかも勝負のあの頭の中で考えて最終決断して当たった時の、うん、時の嬉しさとかね、うん、だからそれは特殊なシーンだと思うんですけど、うん、まあそれもまた一つのワインの世界だと思ってますし大事だと思いますけど、そうあのねコンクールでね品種当たると嬉しいんですよね、嬉しいですそう本当嬉しいんですよ、田辺さんの時どうだったかわからないんですけど僕の時はね予選で5個中2個当たらないと、うん、そもそも筆記試験採点してくれないんですよだからすごいプレッシャーで、ね、だって筆記試験めちゃめちゃ勉強してでこれ足切りなんて食ったらもう本当もどうにもならないんで、そうあの同じでした、そうでしたね、5分の2当てないと、はい、筆記は採点されてる、そうですね、はい、リースリングとかね、ビオロとかなんか分かりやすいのが出たんですよ、だから良かったなと思ったんですけど、まあでもそれもだから取材が考えてるんです絶対に、これとこれが当たらないんだったらもうダメだよっていうところで出してると思うんですよね、そうですね、それが当たんないようじゃっていう確かにレベルで、うん、すごい難しいの出てた感じはしなかったですよ、予選では基礎的なものだったと思うんですよね、うん、リースリングとかそれこそ、うん、カベルネフランとかもそうですし、うんうん、でしょ、ああやっぱり田辺さんもそうだったんですね、そうでしたね、プレッシャーでしたね、ただ当時はやっぱ当てないとっていうのはすごいありましたから、うん、なるほど、かなりそれに対して特化した勉強、準決勝決勝とかでは当てられたんですか、準決勝は、あのラッキーというか、ラッキーでは、まあ、対策してたんですけど、カルメネールとマルベックが当たったんですね、カルメネールとマルベック3枚点で、はい、でフランス語、でそれで8分間、はい、3アイテム8分間ですか、3アイテム8分間相当ですねそれ、そうですね、でも2分半で当時練習してたんです確か、あでもそれフルコメントじゃないですか、フルコメントです、フルコメント、そうなんだ、フルコメントで大体2分30秒練習してて、コンクール大体3分ぐらい、そうですよね、はい、でそれで、まあ、やってたので当たったんですよね、カルメネールまでいくかなって3つ中2つ当てればそりゃいいですよね、で白だけ外したんですよ、ボルドーブランの樽のついたんですけど、あ、はい、多分それを、シャルドネ系ですか、あ、かなと思うんですよ、でもあの局面ってもうあれですよね、考えてるっていうよりはもう湧き出てくるものしか、そう、ね、あれはねやっぱりコメント見えなきゃいけない、そう僕はあの第一印象で感じたものをそのまま言うようにしてましたね、あ、やっぱそうです、途中でだから考え変えちゃったりだとか、はい、あのだからパッと書いてこれがで分からなかったらもう分からないままとにかくバーって言うんですけども、それなかったんでよかったんですけど、考えながらよく、まあ、ちょっとこれは田辺さん言えないかもしれないんですけども、だから普通にだからその外観香り味わいで普通に言っていけば最終的な結論に行くんだよって、そんな生やすいことは僕はあれ言う人いる、いまだにいるんですよ、でもあの場面でそんなことできないなっていうのが、あの場面ではちょっと難しいです、いろんなその時間があってちゃんと理路整然とやっていけば矛盾がないように一生懸命頑張ってやるってことできるんですけど、はい、あの場面はね最初にポッと思い浮かんだものでわーっていくしかないかなっていうのは僕はありましたね、なんせ時間がないんで、言葉もなんて出し続けながら考えなきゃいけない、そうですよね、はい、コメント、しかも日本語使えないそうです、外国語で言いながら、はい、なおかつ結論考えてって、時間以内必ず言わないと絶対ダメじゃないですか、結論まで、ってなるともう決め込んでいくしかないじゃなかったですよね、田辺さん僕の本なんか見てくださったようなんですが、はい、どうですか、いやこの初めにも良かったですね、まず僕初めって重要だと思って、そう、あ、大事なんですそう僕ね、ちなみにあのこの本いつ書きましたもん、初めもう田辺さんの本を読んで、田辺さんの本を読んで、あ、これこういう風に書こうと思って書きました、これを参考にしたんですか、田辺さんの本を読んであ、この初めに大事なんだなと思ってそれで気合い入れようと思って書きました、それで、はいはい、そうです、はい、初めに結構こだわりました、
で。あ、だと思います。はい。すっごい考えて。自分の写真ですよ、しかも。あ、モルドバの写真です。あ、モルドバなんですね。はい。でも全然違う構成でくるんで。で、結局最後に書いてますよ、これ、初めにって。あ、そうなんですか。書いて終わってから。はい。これ初めに書いてます。あ、僕は最初に書いてました。はい。やっぱそういうのもある。で、あと、前田さんの本で、なんかテイスティングですけど、テイスティング外のこといっぱいあるじゃないですか。はい。ワインの。はい。これって、なんだろうな。どういう全体のイメージだ、最初どんなイメージだったのか。あのね、そう、あの編集入門ですけども、そう、そう、あの編集者の方と話をして、もう編集者の方は本当もう、聞いていたら怒られちゃうと思うんですけど、言いなりだったんで、編集者の方本当にそう、こういう風にやりましょうって言って、もう思い浮かぶじゃないですか、ポッと思い浮かんだそのメールですと、はい、わかりましたって言ってそう、そう、いや、それでそれ全部入れ込んだって感じですね。あ、そうです、はい、そうです、すごいですね。逆に、本当全部考えて、そう、本当全部考えました、だから、まあ、ただ、その元々編集者の方が、まあ、最初にだからもう僕、分かりませんからって言ってくれて、逆にやりやすかったですけどね。だから、その総論はテイスティングの本なんですけども、ただ、当然その僕の YouTube の視聴者の方が見てくださったり、見てくださってる方が買ってくれたりとかっていうことも多いと思うので、その方々にとって読み応えがあったりだとか、その方々にとって特に刺さるような内容だったりとかっていうのは考えてやるようにしましたね。五大シャトーね、あ、そう、五大シャトーは、あのね、五大シャトーはね、ほんと足にされたんで、めっちゃ足にされて、そうなんですよ、そうなんですよ、ほんとにだから、なんかそこら辺のやつが来たな、みたいな、なんか、で、当たり前です、向こうからしてみたら、アジアから来た、なんかちょっと変なのが来たな、ぐらいにしたな感じなんですよ、なんか間違って来たんだろうなっていうふうな、だから足にされて当たり前なんですけど、やっぱなかなか日本ではね、経験できないことなので、新鮮でしたけどね。っていうことも、まあ、少しこう盛り込んだりだとか。せっかくですね、田辺さんが、ワインブックスにお越しいただいた彼にはですね、もうこのまま返すわけにいかないということで、こちらにですね、ティーボンステーキですね、このティーボンステーキを焼いてですね、ご馳走させていただきたいということでですね、ちょっとじゃあ田辺さんにですね、ちょっとやってもらいたいんですけども、まずちょっとこれ塩コショウしてくださいよ。あ、私が、はい、塩コショウお願いします。よし、ここ高いとこね、さすが分かってますよ、さすがですね、塩、あ、で、じゃあ、ここにも塩してください。あ、そうなんですね、そう、じゃあこれですね、いきますね、鉄板焼きのシェフとかすごいですね、これ高いですから。あ、そう、すごい、そう、でもあんまりかかってなかったけど弱火でやったほうがよく焼くんですか。いや、この前焼いて美味しかったんで、これ使えるなと思ってそれこれ絶対その田辺さん来たら、これでおもてなししようと思ったんですよどうですか最近、ビジネスの方が、お仕事の方が。お仕事の方は絶好調です、かなり、年々、だってあれですね、年々好調だよ、だってロマネコンティこれも開けてましたもんね。はい、開けましたね。なんかロマネコンティをすごい誘うだけですよこうやってなんかそうあの動画っていうのかな、あれはかなりの反響があって、外国の方のフォロワーもかなり増えてみたり。ああ、じゃあロマネコンティだから検索するのかな、わかるんですか。そうですね、まあトータルでインスタの60% 日本人で、40% 海外の方。あ、そうなんですか。すごいですね、はい、そうですね、はい、結構インスタの方が外国の方、まあ、あの影響もちょっと大きいかもしれない、ロマネコンティやってみる。ロマネコンティやけに行ってみたそのためだけに俺も行ってみて、ロマネコンティやけに大阪行くよって行ってみたいですよ、僕も。本当ですか。言えると思うんですよ。えありますよ、ロマネさん。まあ行きますよ、ね、なんかね、そう、調子の話はあるんですけど、僕がなんかちょっとね、あれでも最近僕もだから本当に忙しくて、ちょっと自分でも行けないなと思うぐらいに、なんか、あ、でもあれですか、そのプライベートと仕事の境目って結構しっかりしてます？そのあんまり、いや、あ、ないです。なるほど、前田さんだから動画ですけど、動画と、そうだから僕だとしたらもう朝起きてネタ考えるじゃないですか、はい、だからでネタ考えたら今度はそれを台本作って、で収録してカッその編集して仕上げるって感じなんですけど、で1日1本じゃないですよね。
まあ、1日1本じゃないですけども、ただやっぱりあともそれその動画がまずはやらなきゃいけないっていうのがあって、それ以外にやっぱりダブミレススクールの運営もしっかりやってますし、うん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 、いやでも本当自分でもここのところ行けないなってぐらいにちょっと忙しいですね。田辺さん見ていてすごいなと思うのが、複数の案件をやるじゃないですか、うんうん、すごい多いです、監修してるのとか、あとは、セミナー業、講師業とか、まだ執筆以来の、あ、だって絵の手かさんでしたっけ、絵の手かさんも月2本、あとそれ以外も実は5本ぐらい書いてるうん、まあ、なるほど、で、で自分のノートも書いてますけど、まあ、月12、3本は記事も書いてたりとか、あと講義もねすごい多い、セミナーも本当に多いので、なるほど、それもやっているし、あとはレストランのスタッフ講習会とか、何回かな、4回ぐらい、そうなんですね、週1回ぐらいは、はい、なるほど、いろんな店舗でやったりするのもあるし、休みってあるんですか？休みはないですね。いいな、休みがない。だってこれあれですもんね、5月の4日ですからね、ゴールデンウィークの真っ只中だから、まあ、そうです、はいはい、なので休みなどないっていう、ないですけど、やっぱ得意なことだけに絞ったので、なるほど、それがストレスとは思ってないです、まあ、ちょっとあまりにもいろいろやりすぎて、そういうストレスはあるかもしれないですけど、パンクするときありません？かなりきつかったのはありましたね。いろいろ重なっちゃうとやっぱ僕ね、あれなんですよ、仕事がね溜まっちゃうとイライラしちゃうんですよね。だからいけないなと思いながら、また田辺さんみたいにいくつも複数で同時進行できるって本当にマジで、いや何度かできてますね。ご依頼してくれる方たちはね、もちろん何だろう、こう状況がわからない、そうなんですよ、だからそうなんですよ、だから向こうから、だから自分が暇だから、じゃあ今は受けられますよって入れないわけじゃないですよ、だから依頼してくれる人からしてみたら当然依頼したい時に依頼するわけであって、そうですね、だからそこはだから当然なんですけども、ただでもね結構重なっちゃったりとかするとちょっとね、僕の中でもで何に一番その幸せが来るかっていうと、動画に幸せ来ちゃうんですよ。でだから忙しすぎてここの部分をやめようだとか、ここの部分、いわゆるここの部分を転向だとかってなっちゃう、それが嫌なんですよね。あとあれですよ、きつかったのはあれですよ、去年年末の炎上ですよ、ね、熱い炎上炎上はもう なんていうの、すっごい疲れて、すっごいなんか、なんか毎日ヘトヘトで頑張って、でたまにツイートあげたら自分の悪口があったんだよ、最悪ですよ、本当に。なるほど、確かに。すごい見てもらったですね。ミクロの中では何が一番好きなの？いやでもどれも好きですね。映画。やっぱりも好きだし、朝起きて夜寝るまでってどんなに？そう、とりあえずあれですね、午前中に自分のやるべき仕事を、前日のように書いていて、もう上からやっていくぞっていう、例えば猪瀬さんの記事か、締め切りがいいんですよね、段取り、あと講習があるからセミナーの準備とか、そういうのって自分でやるしかないそうですね、あと SNS の発信も必ず上がやるっていうのを決めていって、いろいろありますよね、項目いっぱい、でそれは午前中、それがじゃあ前日に考えたものを午前中にやっちゃって、なんで午前中ですか、で午後は打ち合わせとか研修とか、セミナーとかも、はい、クライアントワークですね、そうですね、セミナーなど大抵に対面で、打ち合わせが全部午後にやっていって、そうすると午前中を確保できるんで、だんだん幸せが出てくるなるほど、あれですか、終わるの何時ぐらいですか、終わって家帰ったりだとか、まあ、家でやる仕事あると思いますけど、そうですね、逆に言うと飲食店みたいに夜まで働くということはあんまりしないようにあんまり考えたりとか、じゃあ7時8時に終わらせる感じですか、そうですね、あ、そう、7時8時ならなんとかなるかもしれないですね、焼き方上手ですね、やっぱ僕はね、T ボーンステーキの前だって言われたいと思ってへぇ、今回の動画でそう多分ね、大丈夫だ
見てください、ほらこの焼き色、ほらほら。でこちらビールに感じ。もう完全こう、これ完全勝利ですよこれ。あれそういえば前田さんあれじゃないですか。あのオムレツでしたっけ。そう、あれあれなんですか。あ、いや、あのね、あのオムレツはなんかね、なんか急にふっと湧いてきて。できるようになったらいいなと思って、それであのツイートしてますよ。そうオムレツ頑張るって結構そう見てくださいって長い時やってますよ。そう T ボン製品が焼き上がりましたので、田辺さんとですねいただきながらですね、雑談をして終わりたいと思います。はい、ありがとうございます。ちょっとこれ塩また美味しいんで、絶対これ方が美味しいんで、最後に塩のせるのってすごい大事。そう最後の一塩大事なんですよ。ですよね。そう、よくシェフとかは最後に、を乗せてたんですよ、ね。そう、あれって大事ですよね。どうぞ。ありがとうございます。いただいてください。ありがとうございます。で、こっちが、フィレのお肉で、はい、こっちはサーロインのお肉で。サーロイン でかいですね。まあ、そうです。そう。なんで、まあ、ヒレが小さいんですよ。あ、そっか。どうぞ。いただきます。うん。どうですか。うまいです。フィレ肉の方が好きなんですね。いや、どっちも、どっちも好きですよ。うん、うまい。接待とかもあるんですか。接待ですか。よ。あの会食みたいなの呼ばれたりとか、ありますよ。僕それが見えない。たまにです。そんなにあるわけじゃないですけど、すごくたまに。僕はダイエットするの苦手なんですよね。まあそうですよ、イベントとか多いですかね。あの自分が主催するなんか、ライブディナーイベントみたいなのとは、寝る時間とかあるんですか。寝るのも結局はよく言われるんですけど、よく寝てますよ。僕はね12時、1時ぐらいかな。え、で起きるのか。今7時、8時って感じですか。遅ければ8時まで。8時じゃないかな。じゃあ6、7時間ですか。いいと思う。そうですね、7、6、7時間ぐらいですね。結果だと。結構。そう。もう10分途中で。T ボン席いただいて、あ、思いっきり食べちゃいましたもん、全部。はい、T になってます。そう、T になってます。はい、美味しかった。美味しかった、よかった、はい、美味しかったです。まあでも、このために、僕はですね、日清デリカテッセンさんで T ボン席買って、田辺さんにはお腹空かせてきてねって言っていたので、まあ、対談に行くのになんでお腹空いていくんですか。そうですね、そう、はい、まあ、この肉焼いてご馳走したかったっていう、おもてなししたかったってことなんですけどね。はい、というわけで今日はですね、田辺さんにお越しいただきまして、出版とですね、ワインの選び方、こちらについてですねお伺いをさせていただきました。田辺さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。